すごっ。そんなに積まなくていいか。4キロ？うん。これで終わりか。うん。やるか。おいはい。お、潮吹いてるほら。で、ハマグリは、茨城のハマグリです。もうぐらいも本当に、今日で180ぐらいあるのかな、1個。かなりデカめの朝鮮ハマグリ。5月なんでね、もう旬がまあ終わりつつあるんだけど、桑名のね、お目当ての品が取れなかったんで。まあ日本に3種類ぐらい、あの、ハマグリ種類があってね、朝鮮ハマグリと、あと、品ハマグリって言われてると、その、本ハマグリっていう、桑名で取れる本ハマグリっていうのがあるんだけど、これは朝鮮ハマグリっていうハマグリで、まあ、朝鮮ってつくから、中国のものとかではなくて、まあ、日本在来してる、あの、ハマグリです。だいぶ、1個剥いたんですけどね、これ。プリプリだね。かなり身入りも良かったですね。食いてーバタジュー。バタジュー、バターあんの？バターも。バタジューかなりうまい。マジで？うん。なくても別に。避けてんのか。じゃあこれからね、はい、全部これ処理していく。食べる分だけちょっと剥いていきますね。はい。焼き用です。はい。はい。お願いします。どう見てる？ちょっと。返してくれ。おい。いただきます。まあ、2枚貝は、ね、特徴としてこことここに両サイド上下に貝柱がついてるから、ここ外せばパパッて取れるから、ここパーッてしてるのがいい。ゆっくりこう、ここ相手のゆっくり持ってきて、ゆっくり持ってきてあげたところに差し込む。あ、警戒してるっていうのもあるんだね。そうそうそう、ちょっと持っちゃうとやっぱ外敵が来たと思って塞いじゃうのよ。そう、これね、なんだろうね、こう向かないでやってもいいんだけど、そうすると火入りすぎちゃうんだよね。あとはこうパカンってなった時にさ、汁全部溢れ出ちゃう。一発目に出てくる汁っていうのは海水だから別にね流してもいいんだけど、そこから火入ってからの汁はやっぱり相手からだと思うから、うまみはさこぼれちゃうから、そのために一回外しちゃって、自分が入れたい火入れで、これでこう蓋してでやった方がいいんじゃねえかなって思ってるだけ。あ、やべえな、やっぱこれ入ってがねえな。でけえからだな、これ思いながら絶対入ってがないんだ。ぶっ刺すぶっ刺したらダメ。この2箇所この説明した方がいい。ああ、そうだね。しっかり入ったんだけど。まあ、たまたまだよね。この両サイドまずこうやる。まずこっち側。このついてるこれをめがけて、こういう感じ。左側にセット。だからこう、こうなるわけです。そうそうそう。外れた。外れた。何入れたの？何が入っただけ？器用だから。初めて褒められた。じゃあ、今まで。そう。30点上げたいです。難しいぞ。おい。ふざけてんのかお前。なんで言っちゃうんだよ。なんでそんなスッと入るの。教えてくれる逆に。本来本当に難しいのこれ。本当に難しい。力加減がうまいのかもしれない。向いてるってこと？ハマグリ向きおじさんになったら、もうギゴギゴしないで貝潰れちゃうから。やってんの？ズバッと言っちゃって。ズバッと言って。ズバッと言っちゃったわかんね。なんでもうまくいくから魚おろすと。家から行きかおいおいおい丁寧にやってたらボロボロになっちゃうから。それはい、2点。ぐちゃぐちゃにしちゃったよこれ。俺すいません、返してくれ。これだから素人にやらしたくない。あ泣いてるよハマグリが。赤ちゃんって言ってるよお前。これ大体4年とか5年ぐらい。あ、そんな経つんだ。これ天然じゃないんだけどね。あ、そうなんだ。こういうのは天然になるから、うんうんうん、それの本当にこのサイズになると5年とか10年、そうだね、10年海の中にいる。何よ、これ天ぷら用だ。うん、味だ。七輪を準備しました。マグリ焼いていきます。はい、まあ、素焼きしたやつを何も味付けないで食べてもらおう。これちょっと蓋してもらってちょっと蒸し焼き状態に。よし、マジ美しい。松だけっていう。松だけ。うわ、ブクブクいってる。来た来た来た。汚ねー。あったかくてよ。あー、なるほどね。そうです、
賢いね。こういうとこには頭ね、働くんだけど。ずっとそう、小学校の時はずっとそう。UFO キャッチャーなんですよ。緩いやつ。いいな。はい、どうぞ。これ何もかけないで。いただきます。うまっ。何にもつけなくてもめっちゃうまい。うまい。熱い。うまい。うまっ。うまい。これが一番ね、素材の味が分かる味。こっから美味しくなる。用意してくる。うまい。次バター醤油。次バター醤油です。これもみんなが大好きな味だからね。いってー。見てこれ。うわ。踊り出してる。俺踊り出してるから見て。うわー。火入れはもう一番大事。はい。入れすぎちゃうとゴムみたいになっちゃうし、入れなさすぎるところでなんかただ生臭い貝みたいになっちゃう。生ぐらい絶対火は入れた方が美味しい。バター入れて、うわぁ、息を抜く。ここで醤油、これも味あるからね、入れすぎなくていいんで、ちょっとだけ。ここでまた蓋してもらって、じらすからね。じらすよね。じらすよね、本当に。あ、もういける。はいはいはい。これも汁も美味しいから。汁もすすって。うわ。俺がいっちゃ好きなやつだね。あちゃ、あちゃ。いただきます。うん、もう。天ぷらの卵水作りに。はい、卵水、はい、やべ、全卵でやっちゃった。まあ、いっか。ここはどうする、まあ、いっか。僕は全卵でやってますけどね。あの、卵黄だけが本当は正しいんで。大体 250cc ぐらいだね、卵黄1個に対して。卵水ね。まあ一気に入れないでちょっとずつ入れてる。そしたら、普通にふるい使わなくても大丈夫。大丈夫、ある程度ダマ残ってても大丈夫。まあ混ぜすぎないようにしてもらって。うん、はい。グルテンでいっちゃうんでね。ああ、なるほどね。粘りでいっちゃうから、サクッとしなくなっちゃう。ざっくり。ざっくりね。ざっくり、ざっくり、ざっくり。ざっくりやるのがポイントだね、天ぷらは。はい。痛かった。うん。痛かったね。で、ハマグリ天ぷらにしていきます。はい、軽くね、打ち越してもらって。軽く打ち越すんですよね。軽く打ち越してもらって、もともと180ぐらいだね。ちょっと高めにしてもらって。うわ、爆発する可能性があるから、ね、うんうん、気をつけてください。若手でも爆発するのはあれは中の内臓が軽くしてるんだ。軽くしてるよね。その前に上げないといけない。そうそう。どうしてもでも当たって。中に何か入ってる限りだと楽しみ。よし、よし、はい、切って、はい、こういう、こういう感じ。わあ、あまり火入れすぎない。ここに軽く塩して、はい、どうぞ。いきます。うわ、うまそう。うまっ。これはうめえもんだ。天丼のタレあればいいんだけどね。いきます。プチ甘くいい。うまっ。コショウ。うわ、マグリ、塩コショウ。塩コショウ。ペッパーもうまいから、たくさんつけてもうまいよ。あ、うまい。
違う、うん、マジでお風呂うまい。めっちゃばっかりいんな、じゃつくな。どう、ハマグリと辛の目かき揚げみたい、めっちゃどうおー辛の目とハマグリ、まあ油量少ないからやりやすいですから。一番ダメなのはなんかお玉とかで作っちゃって、うん、ポテって流しちゃうとケツの方がね、うん、衣だけになっちゃうんだよね。あ、はいはい、だから家庭でやるんだったら油少ない量でこうやってちょっとずつ箸で刺してた方がいいんです。こうやってやると失敗しない。かなりポテッとしてるよ。かき揚げね。かき揚げ。はい、食べていいよ。いただきます。うまっ。まっすぐ開くんだけど、こっから開くんですね。手で強引に、こっちは開いた。